星の絵の上に透明フィルムを重ね、両端をセロハンテープへ留めます。星の中を埋めるように、透明フィルムにセロハンテープを重ねて貼っていきます。ペンで星形の線をなぞっていきます。星形の線に沿ってハサミで切ります。偏光板1枚と星形に切った透明フィルムをカードケースの中に入れます。星形の透明フィルムが上側に来るように持ち、もう一枚の偏光板を上に重ねて回転させて様子を観察します。カメラで見るとこのように見えます。